で、ちょっと今、開けて撮影しようと思ったら、なんか目覚ましが鳴って、録画が切れて、もう開いた状態。ワールドプレミアムパック2020、開けていきます。ということで、ちょっと、ごめん、もう、開けよる途中で、ちょっと目覚ましになって止まってしもた。まあ、今、ちょうどもう、切り終わったところやから。中身まだ見てないかな。目覚ましになると思わんかった。まあ、今回の狙いはもう、バルキリアだけでいいな。アマゾンで予約しとって、まあ届くかもしゃあねえなって。また当たるまでパック全部開封とかやろうか、いっぱいあげるんやろな。今回遠征とか入っとんや。天使じゃねえんか。拡大して、何遠征、春遠征。特召喚した場合、ああ、特召喚系か。はあ、はあははあ、今更やでな、遠征。いいわ。うわ、あれ、あれ。出屋ばっかし見る。なにこれ、イナゴ大群。このカード、シンクロ召喚した場合、ターンプレイヤーは手札を選んで捨てる。相手単中にシンクロ召喚して、どうたらこうたらやな。お、かっこいい。このカードは一旦に一回しか使用できない。まあいいわ。おっさん。一極集中。このカード名は、ターン1。リンクモンスターが、その先のモンスターのレベルランクの合計かける4アップする。4000とか上げれるんか、中とかやつ。お、これ強いんじゃね、多分。ああ、なんか微妙やな。ブルーアイズホワイトキャット、なんか出てない。うわ、かっこいい、かっこいい。これは見よう。一旦に一回、成功した場合発動できる。このターンなんやな。する限り相手のメインフェーズ。ペルウス。ああ、黒騎士なれるっていうことなんね。ほな、黒騎士がまたあるっていうことか。かわいい。遠征かけにいいか。これのリアリティ高いやつ欲しい。また一曲集中。あれじゃないんか。ノーマルレア違うんか。お、お、海賊デュース。ダメ、いいか。いいか。
バルキリアのノーマルが出たら勝ちやな。鋼鉄ドラゴン。ん？なんかこれ系なんか強いかな。このカードはリンク素材に使用したモンスターの種類によって。バトルフェーズ中になんたらできないか。エクシーズ召喚したやつと作ったやつやな。なんかちってもみよう。ウルトラやんな。ウルトラか。よかったよかった。ガジェットか。手札およびあのトラップカードのやつね。ギアガジェットなんかあったやな。フィールド破壊か。すげえ。この辺はもういいわ。こいつがめっちゃ強いんよな。レイドラプターズ。レイドラプターズ。風モンスター。攻撃力が5800なるんと、墓地モンスター除外。嫌がらせできるぜ。バルキリア当たらんと元で当たれんな。あ、これは、ん？これ見とく。ああ、海賊ゲーム、どうでもいいわ。お、竜魔王神。遠征竜魔王神。特急中止資格持ってるかな。うわ、すごいなんか。なんかイラストが2つあるって書いておいてあるの。あ、これ敷くか。ああ、まだまだやんな。ピント合っとる？ピント合っとる？一旦に1回しか使えない。このカードのモンスターゾーンに存在する限り、闇としても扱う。自分フィールドのモンスターがリリースされた場合、相手によって破壊されたら墓地からこれ以外出せる。どないやわからん。当たらんかったな。これは？ピントがうまいこと言ってないな。うまいわ。あれやな、トゥンケイが全然当たらんかった。はい、またイナゴ対軍。これはダークグレファーじゃない？なんか、除外して。ああ、1枚、蘇生か。ああ、なるほど、なるほど。よし。
とりあえずレア枠こいつやな。こいつでなんかもう一箱あったから、もう一箱のやつ適当に見るか。よいしょ、ちょっと後ろを下げて、もうこれはバラっていこう。うん、スーパー、なんこれ、わ、バルキリアなかった。ない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 。特殊召喚した場合発動できるモンスター特殊、あー、ああ、デッキから切り替えない。なるほど、なるほど。ん？親玉が、同じ絵か。お、ニーロス。ニーロスね。お、トゥーンのしおり。ということでな、バルキリアが当たらんかったってことやな。ということで、2箱分で、まあ、この2つかな。ということで、またなんか、パック開封したらやりますんで、またお願いします。じゃあな。